アンナ・カレーニナ、トルストイ。前回の続きからです。彼は仮眠の上から昨夜置いておいた菓子の箱を取って、チョコレートのババアなどとターニャの好きなのを2つやった。グリーシャの分と女の子はチョコレートの方を指差しながら尋ねた。そうそう。それからまた娘の肩を撫で、髪の根元と首筋にキスして、やっと話してやった。馬車の用意ができましたと元兵衛が言った。それからご婦人のお客様がいらっしゃいますと付け加えた。前からかね。オブロンスキーは尋ねた。かれこれ30分ばかり前で。すぐに取り継がなくちゃいかんと何度言ったか知れないじゃないか。ですが旦那様もせめてコーヒーくらいお分かりにならなくては、と窓辺はさも友達らしく存在な調子で言ったが、それに対して腹を立てるわけにはいかないのであった。まあ早くお通しろ。いまいましさに顔をしかめながらオブロンスキーはこう言った。訪問客は二等大夫人カリーニナと言ったが、その依頼はわけのわからぬできない相談なのであった。しかしオブロンスキーは日頃の習わしで席に着かせ、横から口を入れないで注意深く話を聞いた後、誰にどんなふうに頼んだらいいかとごまごました中言を与えたばかりか、彼女の力になってくれる人物に宛てた紹介状を大きく縦長な美しいくっきりした筆跡で元気よく見事に書いてやった。二等大夫人を返すと、オブロンスキーは帽子を手に取り、何か忘れたことはないかと考えながらちょっと足を止めたが、やはり何も忘れたものはなかった。忘れたいと思っていること、妻のこと以外には。あ、そうだ。彼は後背を垂れた。とその美しい顔は悩ましげな表情になった。言ったものか、それとも。と彼は独りごちた。すると内部の声はこんなことをささやいた。行く必要はない。そんなことをしたって、まやかし以外のものは何一つありえないのだ。二人の関係を元に服したり取り繕ったりすることは不可能である。なぜなら妻をもう一度魅力のある愛情をそそるような女にすることも、彼自身を愛に無能力な老人にすることもできないからである。今となってはまやかしと虚偽のほか何の結果も得られるはずがない。ところでまやかしと虚偽は彼の気性として忌まわしいものなのである。とはいうものの、いつかは何とかしなくちゃならない。だってこのまま済ますわけにはいかないじゃないか。自分で自分に勇気をつけようと努力しながら彼はこう言った。そこでぐっと胸を張り、タバコを取り出して吸い付け、二度ばかりパッパとやった後、真珠貝の灰皿へ放り投げ、足早に客間を通り抜けて妻の寝室へ通ずるもう一つの戸を開けた。4. ダーリア・アレクサンドルブナはブラウスを着、かつてはごくふさふさとしていたが、今ではもう薄くなった髪をピンで後ろ頭に留め、痩せてげっそりこけた顔に怯えたような目ばかりを大きく目立たせながら、
部屋中取り散らした荷物の間で手箱の蓋を開け、その中から何やら得り出していた。夫の足音を聞きつけると、戸口の方を見合って手を休め、自分の顔に厳しい、馬鹿にしたような表情を与えようと、虚しい努力をした。夫を恐れ、目前に迫った顔合わせを恐れているのを、自分でも感じていた。彼女はこの3日間にも、はや10度も試みたことを、もう一度、試みているところであった。他でもない、自分と子供らのものをより分けて、母親のところへ運ぼうというのであったが、やっぱりそれも思い切ってできなかった。しかし、今も前と同じように、これはこのままには捨てておけない。何かの方法を講じて夫を罰し、面皮を剥ぎ、自分の受けた苦痛のせめて何分の1かでも夫に復讐しなければならないと自分に言い聞かせていた。彼女は相も変わらずこの家を出て行くのだと言いながらも、それが不可能なのを感じていた。それが不可能なわけは、彼を自分の夫と考え慣れ愛し慣れた気持ちを捨ててしまうことができないからであった。のみならず、ここで、この家で5人の子供の世話をするのがやっとこさであってみれば、一同を引き連れて移ろうとしている里方では、なおさら子供らが不自由をするに違いない。それを彼女は直感していたのである。それでなくてさえ、悪い無意をやったために、末の男の子が病気になったし、他の子供らは昨日ろくろく食事らしい食事をしなかったではないか。出て行くのは不可能だ、と彼女は感じた。にもかかわらず、自分で自分を騙しながら、相変わらず荷物をより分けつつ、本当に出て行くようなふりをしていたのである。夫の姿が目に入ると、彼女は手箱の引き出しに手を突っ込んで、何か探しているような格好をした。彼が妻のそばへ近々と寄ってきたとき、初めて彼女はその方を振り返ってみた。しかし彼女が厳しい、断固たる表情を与えようとしているその顔は、途方に暮れた、さも苦しげな表情を浮かべていた。ドリと彼は静かな臆病らしい声で言った。彼は首を肩の間へすくめて、さも哀れっぽいおとなしい様子をしようと思ったが、それでもやはりその体からは爽やかな健康の気が発散していた。ドリーは爽やかな健康美に輝く夫をちらりと頭から足のつま先まで見回した。そうなんだわ。この人は幸福で満足しきっているんだわ。と彼女は考えた。ところが私は、それにあのいやらしい人の良さ、みんなはそのためにあの人を好いて褒めているけれども、私はこの人の良さが憎らしい。と彼女は考えた。とその口が歪んで青ざめた神経的な顔は右の片方の筋肉をピクピクと震わせた。